まあ、自分のキャリアに対しては全く後悔もしてなく、あの本当に、代表質問をテレビ局一社より、その後はメディアの方々からの自由質問。次はあの少し自分でもちょっとわからないんですけど、まあ、時間をかけてっていうのはやはりあって、先週末に、最終節、僕の現役最後の試合が終わったわけですが、まあ、1週間ぐらい経った今も正直まだあんまりあの実感はそんなに湧かないんですね。なんかこう毎年のオフに入ったぐらい の, あの感覚で、まあ、自分のキャリアに対しては全く後悔もしてなく、あの本当に、大きな満足とともにあのキャリアを終えられたと思っています。まあ、日本代表のキャプテンとして、8年間ぐらいキャプテンを、ね、務めさせていただきましたけど、まあ、最初はやはり全く、ね、あの自分も先輩方も多かったですし、あの自分が何をやればいいかっていうのも全然分からなかったんですけど、まあ、ただあの、まあ、8年間この日本代表のキャプテンを務めることは自分にとって本当に誇りだったし、まあ、これからについてなんですけど、まずは、数ヶ月間の休暇を取って、まあ、その後にアイントラフトフランクフルトで今指導者の道に進もうと思っています。まあ、本当にあの小さなディテールはもう少し、ね、あのチームと話していきますけど、現状はアンダー21セカンドチームの方で、まあ、コーチを、メインに、まあ、いろんなカテゴリーをこう見ながら、やっていきたいなと思っています。まあ、ただあの最終的に自分の目指すところはやはりトップチームといいますか、一番上の、ところではありますね。